はい、どうもプラザヤマス、今回もやっていきましょう。ということで今回ですね、決戦ヤシマ作戦の星さんの、笑えばいいと思うの方ですね、こちらの方ですね、音声後取りなんですけどもやっていきましょう。ということでこちらですね、スコアの、一番最後のスコアの方の報酬ゲットしてなかったので、今回ね速攻で、終わらせていく形で、やっていきたいと思います。まあ、目指せ8000以上のスコアということで、一応最初の方はですね、超特急と、この巨人かな、巨人使って、で最初にサナダ出して、あとはムートを出す、それで、攻撃してくるのをですね、まああれですね、ニャンコ砲でキャンセルして、その間をくぐり抜けて攻撃してゴリ押しっていう、まあざっと言うとそんな感じの戦略ですね。で一応2つ動画の方をご用意したんで、最初の方はですねギリギリ8000届かないプレイ、まあこんな感じでキャンセルして、でうまく中に入り込んで、でもう一回攻撃すればもう倒れる形になって、これで終わりですね。はい、でこんな感じでゴリ押し、であとはそうですね、生けものさんがいるんで、あのこれをね、押して、あとは城の方をですね攻められれば問題ないかなと思います。まあ、こんな感じでこれをやれば、まあ高スコアの方が取れるんじゃないかなと。これね、最初の方はですね、これ何回試したっけな、結構失敗してるんですけど、その中で、一番最初にあの成功した、やつなんで、ね、まあもう一回ある、もう一個ね動画あるんで、そちらの方は多分8000超えてるのかなと思うんで、ご覧いただければなと思います。はい、ということで、いきましょう。で一応ですね、最初の方はあれですね、戦略としては基本的には同じということで、超特急と、魚人の方を出して、でこれあれなんですよね、もう少しかな、あここだ、すり抜けちゃうんですよすり抜けて、あやばいとか思ったんですけど、最初に攻撃させとけば、次の攻撃までちょっとね時間があるんで、まあ、こういう戦略もありだなぁ。でそこで、ムートを出して、で次攻撃した時はニャンコ砲の方で、うまくですねキャンセルの方を行って、あとはゴリ押しすれば、はい、これで、終わるということで、まあ、意外とこっちの方が、ちょっと運要素もあったんですけど、すり抜けしちゃうとね、するのも結構あるのかなと思います。であとは基本的策となので、あとはもうゴリ押しかな、出せるキャラクターを特集、すれば、まあ、なんとか終わりということで、ということで、はい、終了でございます。またなんかね、なんか速攻でできそうなクリアがあれば、速攻できそうなステージがあればやっていきたいと思うんで、次回も見ていただければなと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。